お腹ペコペコの時何でも食べられるとしたら何食べたい？わあ、好きな食べ物、あのもう死にそうな時に食べたい、もうこれくださいみたいなやつ。あ、もう息も大好きだ、大好きな食べ物。あ、私フルーツがすごい好きだから、あ、山盛りのイチゴとか用意してほしい。あ、確かに、ね、いっぱい入りそう。そうそう、たまらないけど、ごくごくって水分も、そうそう、水分もね、そう一緒に取れるから。何だろう、私はでもラーメンのチャーハン餃子セット、うん、めっちゃ食べるじゃん。すごい、結構食べるね。結構手の届きそうな、うん、そう、私ねラーメンを単品で食べることがほとんどないの、うん、なんか麺とスープがあったらやっぱお米か、うん、なんかそのなんていうの、皮があるもの、うん、ね、食べたくシューマイとかもそうなんだけど、うん、はいはい、そう、そういうのを必ず食べないと、なんかラーメン一杯とお腹いっぱいにならなくない？私なる？あるよ、食べきったことないかも、みんなそんな急に。え、どんな話で食べてるの？違うよ、別に、え、全然みたいなやつになっちゃった。なんでラーメン食べるか、チャーハン食べる。分けないで、分けないで、分けないで、同じカロリーを摂取してください。お願いします。私ね、結構ネギシが好きでね。あー、言ったんじゃん。なんかネギシのね、え、マリちゃんネギシでお米おかわりするじゃん。お米は、あの、肉をおかわりした。あ、肉を、ほら、おかわりしてるよ。おかわり。みーちゃんも食べますよ。まあ、セット、うん、いや、でもラーメンのあの量を。もう。あー、みんな、あ、なになに？みんな食べんの？みんな肉とか言ってくる。私ね、意外とね、魚が好きなんだよね。嘘でしょ？あ、マジ？え、サバ魚人食べんの？サバ魚人好きかな。あげる。サバ魚人、サバ、サバいて食べるけど。食用だったのね。食用だけど。いっぱいあげる。そうなんだ。生焼き？あ、どっちも好きで、うん、だからお寿司とかも好きだし、お刺身とかも好きだし、お寿司とかでも、もう好物で。お寿司のネタで一番好きなのは、うん、あ、でもお寿司だったら、ビントロ。ビントロ食べやすいから。食べやすい。食べやすいって何？え？食べやすいってどういう意味？すぐさ、なくなるじゃん。うん、あ、トロだから。溶けるってこと？で、割とさっぱりもしてるから、何個でも食べられる。こんなに焼肉に行ってたのに初めて知ったよ。いつかじゃあお魚屋さん行きましょうね。行こう行こう行こう。ありがとう。あとネギシ行こうね。ネギシ行こう。ラーメン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 。ラ